はい、今回は9月20日から開催となる宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントについて語っていきたいと思います。2024年第28戦、今大会の開催場所は宮城県での開催となります。まずは宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンの概要についてですが、開催日は9月20日から9月22日の3日間競技となっています。賞金総額は7000万円、優勝賞金は1260万円となります。開催場所は宮城県の利府ゴルフクラブ、全長6638ヤード、パー72のセッティングとなっています。今大会が終了後、2回目のリランキングが行われます。シード権を持っていない選手にとっては、終盤戦の試合に出場できるかどうかの大きな節目となる大会となります。出場資格の優先度を決める暫定リランキングにも注目が集まりますね。宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントは1973年から松島国際女子オープンとして開催されました。その後、1976年から宮城テレビ杯女子オープンゴルフトーナメント、1998年から現在の宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントとなっています。2022年に山下美夢有選手が通算18アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる利府ゴルフクラブは宮城県にあるゴルフ場です。1992年に開場しているゴルフ場で、クラブハウスには今大会の歴代優勝者やサイン入りのキャディバッグなどが展示されているようです。アップダウンが少ない丘陵コースとなっており、18ホールすべてが異なる個性豊かな表情を持っています。ブラインドホールが少なく、絶妙な位置に配置されたハザードで攻める楽しさを味わえるコースとなっています。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは岩井明愛選手となります。通算13アンダーでの優勝でした。初日からトップに立ち、3日間首位での完全優勝となっています。その前の週も完全優勝を達成しており、ツアー史上4人目となる2週連続での完全優勝を達成しました。そして今シーズンスタッツとしては、平均飛距離が6位、フェアウェイキープ率が69位、パーオン率が2位、リカバリー率が46位、パーオン時の平均パット数が9位となっています。ドライバーの飛距離を武器に、精度の高いアイアンショットでチャンスを作り、パットを決めるという爆発力のあるプレーが魅力の選手ですね。シーズン序盤はパットの数値が悪かったのですが、完全に復調して改善されてきています。前の週の住友生命バイタリティレディースでは見事優勝をつかみ、大会連覇となりました。初日は24位と出遅れるスタートとなったのですが、2日目と最終日にビッグスコアを出し、ぐんぐん各選手を追い抜き、最終日は4打差を逆転する優勝でした。今大会でもディフェンディングチャンピオンとなりますからね。2週連続の連覇となるかどうかが注目されそうです。先週の優勝の勢いもありますし、今季米女子ツアーへの挑戦をすることも表明しているので、モチベーションは非常に高いと思います。今大会もどういうプレーを見せてくれるか楽しみですね。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。岩井明愛選手のパットの数値が一気に改善し、大きな活躍を見せているので、今回はパーオン時の平均パット数のスタッツが良い選手をピックアップしていきます。まずは山下美夢有選手。スタッツとしては、平均飛距離が57位、フェアウェイキープ率が2位、パーオン率が4位、リカバリー率が1位、パーオン時の平均パット数が1位となっています。ドライバーの飛距離以外は抜群の数値となっていますね。さらにパー3平均スコアとパー4平均スコアも1位となっており、高レベルで安定している数値になっていますね。前の週の住友生命バイタリティレディースでは2位という成績でした。最終日4打差リードで単独トップに立ち、いよいよ今季1勝目をつかめるかという展開だったのですが、岩井明愛選手の猛追に逆転される結果となりました。これで3試合連続2位という成績になっています。ちなみに今季は2位が7回あります。優勝をつかむまであともう少しというところですが、なかなか勝ちきれない状況が続いていますね。この状況に負けじと、今大会でも優勝争いのプレーを見せてほしいです。そして川本結衣選手。スタッツとしては、平均飛距離が36位、フェアウェイキープ率が79位、パーオン率が33位、リカバリー率が6位、パーオン時の平均パット数が2位となっています。グリーン周りのアプローチ、そしてパットが上手い選手ですね。
特にパッティングについては2年がかりで改善し、その成果をしっかり出せているのがすごいですね。前の週の住友生命バイタリティレディスでは17位という成績でした。今季は好調のゴルフを見せ、ついに NEC 軽井沢セブンツーゴルフで復活優勝となったのですが、その後はなかなか調子が上がらずという感じです。ただ全英女子オープンではしっかり予選通過し29位という成績も出せているので、調子は悪くないと思います。そろそろ再び上位常連の活躍を見せてほしいですね。そして武田莉央選手、スタッツとしては平均飛距離が4位、フェアウェイキープ率が77位、パンオン率が1位、リカバリー率が7位、パンオン時の平均パット数が3位となっています。ドライバーの飛距離、アイアン、アプローチ、パットと総合力が極めて高い選手です。前の週の住友生命バイタリティレディスでは17位という成績でした。3週連続優勝がかかっていたので注目を集めていたのですが、本人としてはこの試合の優勝よりも2日目に行われるドライビングコンテストの連覇達成に集中していたようですね。結果としては約2ヤード届かず2位という結果となりました。残念ながら連覇とはなりませんでした。ちなみに優勝は工藤遥選手となっています。今季は初優勝からすでに6勝を挙げ、メジャータイトルも獲得しています。メルセデスランキングも1位となっており、年間女王獲得の可能性も高い選手ですね。今大会では再び上位での活躍に期待したいですね。そして森田遥選手、スタッツとしては平均飛距離が41位、フェアウェイキープ率が65位、パンオン率が72位、リカバリー率が17位、パンオン時の平均パット数が4位となっています。グリーン周りのアプローチ、そしてパットが上手い選手です。森田遥選手のパンオン時の平均パット数の数値は2020年からずっとトップ10圏内の成績をキープしており、パットの名手と言っても良いかなと思います。前の週の住友生命バイタリティレディースは欠場でした。今季予選落ちはちらほらとありますが、トップ10には7回あり、ゴルフの調子は良さそうです。今大会上位での活躍を見せてほしいですね。そして臼井麗華選手、スタッツとしては平均飛距離が46位、フェアウェイキープ率が56位、パンオン率が79位、リカバリー率が34位、パンオン時の平均パット数が5位となっています。パットが上手い選手ですね。またバウンスバック率が10位と、ボギーの後にバーディーを取り戻せる選手でもあります。前の週の住友生命バイタリティレディスでは残念ながら予選落ちという結果でした。2週連続での予選落ちとなってしまったので、今大会では予選を通過し、上位での活躍を見せてほしいですね。今季は QT ランキング60位と出場資格が厳しい状態から始まったのですが、アクサレディスで初優勝を達成し、見事下克上を果たしています。再び優勝争いのプレーに期待です。そして個人的に一押しとなる小祝さくら選手、スタッツとしては平均飛距離が9位、フェアウェイキープ率が41位、パンオン率が3位、リカバリー率が16位、パンオン時の平均パット数が6位となっています。ドライバーの飛距離があり、フェアウェイキープ率もまずまずの数値です。そしてキレのあるアイアンショット、パットでそのチャンスを決めきるプレーが魅力の選手ですね。前の週の住友生命バイタリティレディスでは4位という成績でした。最終日は25位でのスタートだったのですが、65のビッグスコアで一気に4位まで追い上げるプレーを見せてくれました。今季はトップ10入りが13回、そのうち2回が優勝です。ゴルフの調子が一気に上昇してきている雰囲気があるので、今大会でも上位での活躍、そして優勝争いのプレーを見せてほしいですね。はい、今回は宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。